はい、じゃあ今日はスクエアパスをやっていきたいと思います。まずは、2ステップトラップ1歩パス1歩でやっていきます。よーいスタート。そう、止める出す、はい、止める出す、止める出す、止める出すだよ、止める出す、必ずヘイって呼びましょう。ヘイって呼べ。そう、もっとでかい声で、パス弱い、強く、パス強くね。そう、パス強く、はい、トラップして、同じ足で蹴ってもいいよ、右で止めて右で蹴ってもいいよ、右で止めて右、左で止めて左でもいいですね。はい、蹴って走る、そう、蹴りながら走る体勢作れ、 OK ね。はい、じゃあ反対回りもやろう、反対、そう、はい、なるべく左で止めたいね。はい、止まるな止まるな、足止まるな、そう、足動かして、足動かして、はい、次のやつ足動かせ、はいよ、 OK。 はい、じゃあこれが2ステップです。はい、じゃあ今度は3ステップです。ボール迎えに行って右左で止めて出す、右左で止めて出す、右左で止めて、結構うまい、はい、ナイス、しっかり出せ、そう、右左、そう、うまいじゃん。あ、パスが弱い、パス強め、パス強めね。はい、じゃあ今度は3ステップ反対回りです。よーいスタート。迎えに行ってないよ、迎えに行って、ケン君、迎えに行って、左右、違う、左右だよ、はい、左右、はい、左右、もっと迎えに行け、そうそう、はい、バックしながら左右、はい、左右、はい、左右、はい、左右、そう、結構うめえな、はい、いいね、結構一番うまいんじゃね、左右、はい、左右、そうそうそう、もっとリズムよくダブルタッチみたいに、そう、勇気いいね、 OK。はい、次はフリックです。近い方の足でダイレクトパスです。今右足のパスやってます。さあ頑張れ、3 4 5 6 7、いいよ、8 9 10、ちょっと弱いぞ、11、置きに行くな、12、いや強すぎも良くないよ、13 14 15 16 17 18、うわ強い、反対の足使っちゃった。はい、じゃあ今度反対回りしよう、スタート。はい、左、そう、はい、左、そう、はい、蹴った方に走れ、大抜き止まるな、蹴った方に走れ、そう、蹴った一歩目が走る一歩目、さあこれをなんとかしろ、なんとかしろ、お、なんとかなるか、左だぞ、お、なんとかなった、なんとかなりました、いいね。そう、必ず左足で出すんだっていう気持ちで、ちょっとまずは練習でね、だから左足のところにパス出してね、次の人の左足に合わせられるようなパス、おっと、はい、ダメはい、今度は外側の足のインサイドで出します。今は右足からです。さあ、いいぞ、右足、はい、右足、なんかぎこちねえぞ、そう、はいはい、そう、弱っ、もう一回触れ、いいよ、はい、あ、いいね、お、幅の取り方が今響きうまかった、おっと、次がリカバリー、ナイス、さあ戻せるか、うわー、走り方があんま良くなかった、はい、うわー、これは厳しいぞ、お、なんとかなるか、なんだなんだ気を使ったけど、ちょっとうまくいきませんでした、お、いいね、岡安、ナイスパス、そう、黄色と緑のマーカーの間を通すつもりね、次の人がやりづらいパスをしてるんだよはい、次反対回りです。はい、インサイドのパス、さあ、あ、いいよ、そう、そう、お、いいじゃん、いい調子、あれあれ響き、お、いいよ、岡安戻したね、さあ、お、いいパス、いやー、なんかちょっと微妙、黄色と緑の間、黄色と緑の間、そう、黄色と緑の間、いいんじゃない、うわー、蹴りづらいぞこれ、パスが良くないと次の人蹴りづらくなっちゃうよ、黄色と緑の間、黄色と緑の間、そう、足止まってるよケン君、次走るってところまでがセットだよ、
蹴ったら走る、蹴ったら走る、止まってんじゃん、ほら総太郎も蹴ったら走る。本気で一歩走ってみ、本気で。試合の想定してないよみんな。蹴ったら走る、はい、蹴ったら走る、はい、止まってる、蹴ったら走る、そう、はい、じゃあ次アウトサイドです、はい、行くよ、よーいドン。さあ右足のアウトだよこれ、弱いよ弱いよ、そういいパス、ほらマーカーとマーカーの間に出せた人は OK だよ。さあマーカーとマーカーの間ちょっと微妙、ちょっと弱い、ちょっと強すぎ。さあここで戻せるか、まあアウトサイドじゃねえぞ今の。お、ナイス。さあこのナイスをどこまで持続させられるか、うわー厳しそう。さあちょっと難しくなるなよ、弱い弱い弱い、もうちょいアウトサイド、待つな待つな、あ響きみたいに動きながらやりなさい。はい次反対回りです、左足。さあ何回続くか、はい4、さあ戻せるか、はい5、6、7、リズムよくいこう、8、待ちすぎ待ちすぎ、9、10、弱かったら迎えに行け、12、13、弱かったら迎え行け、そう14、めっちゃ弱いぞ、15、お戻せた、16、17、いい感じ、18、ほら近づけ、19、20、21、うわ弱ー、22、23、24、25、あれーはい、じゃあ今度はティキタカです、ダイレクトで落として、そしてダイレクトで出すっていう感じです、はい行くよ、よーいスタート。そう、そして出す、そう落として出す、はい落として出す、はい、走ってないと大抜き、ほらタイミング合ってないよ、はい落として、まあ、近すぎも良くねえんだぞ、近すぎも良くないよ、そうそうそう、離れすぎも良くないけど近すぎもやりづらいよ、ほら やりづらいだろ今の、近すぎなんだよ、近すぎるとダメな、はい、ちょうどいい距離感を保て、そうちょうどいい距離感、そうちょうどいい距離感で、そうそう、はいちょうどいい距離感で、そうこんぐらいが、んやりやすいはずなんだけどな、やりやすいはずなんだけどな、ほらほら、はいはいちょうどいい距離感で、そう、はい、ちょうどいい距離感で、そう、あやっぱうまいね深夜とか、あいいね、はいちょうどいい距離感で、お早く行かないと離れすぎ離れすぎ、はいそう、あいいね、オッケー、 2回触るなよ、1回だよ、変な落としになっても1回にしとけ、オッケーね、ケイ君が一番うめえな、オッケー、はいじゃあ次ティキタカ反対回りね、よーいドン、はい落として、はい出す、はい落として出す、そう、はい落として、ほらここ遅いよ、しかもなんか変なキック、時間かけた割には変なキックってどういうことだ、回り込む余裕あっただろ、そう強めに、そう強めね、強め、まだ弱い、落としは優しく、パスは強く、そう落としは優しく、パスは強く、そういいね、ほらそこも対応しろ、トラップそのぐらいのパス来るよ、止めて出す、距離感が近すぎもダメだし離れすぎもダメだし、ちょうど走ってきてタイミングよく踏み込めるぐらいの距離感、ほら大抜きも2回触ってんじゃん、近すぎなんだよ、スピードを上げすぎてもダメ、ゆっくりすぎてもダメだけど、その辺のちょうどいいタイミングで入ってくる、ちょうどいいタイミングで、岡安まだ近いな、ちょうどいいタイミングで入ってこいよ、そうパス弱いよ、あ響き弱えな、パスがほら2回触んないよ、必ずダイレクトで出して、そう OK、
はい、じゃあ今日はスクエアパスをやってきました。で、四角形のパスで、これ多分一番最小人数で5人ぐらいからできると思うから、なるべくね人数を少なくしていっぱい回るようにした方がいいんじゃないかなと思います。まあ多くても8人ぐらい、ちょうどその列に2人っていうような感じでやった方がいいんじゃないかなと思います。でこれね、うちもすごい下手なんだけど、やっぱショートパス正確につなぐっていうんだったら、やっぱこういう練習も大事なんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。